おっしゃ、いっか。ちょっと重たいけど。あーどうも、僕です。えっ、ー、と、前回、野淵のおっちゃんから逃げてきてですね、今、ここの、なんか、呪いを解くために、なんか、かなあかんっていうとこですね。またこれ入らないとダメってことだよね。かけるとこって、あっち行けないんだっけあの、最初の部屋。あの部屋でかけるよね。 ええー、どうやって行くんだっけあ、これ入れないんだっけああ、また表から行かないとダメなのか。わかった。了解。表ね。こっちからぐるーっと行かないといけないってことね。もう、なんか出てきそうなんだよねー。やーだねー。<laughs> あ、もう、うっせーあいつ。怖え。よし、じゃあ、スタミナもないし、ガンガン走っていこう。えーっと、ここ開けるでしょはい。 よいしょ。次は何を書くんだろうね。このモッコリやだわ。この布団モッコリ。怖えんだよな。えーっと、どこで書けたっけあ、ここか。ここだな。電気がついてる。えー、よいしょ。本。暗す,暗すぎて見えない。ほんとちょっと待ってね。 えーっと、これ、ついてない状態なのか。オッケーオッケー。ちょ、すっごい音とる。えまたすごいとするんだけど。こういうのはね、えー、っと、一個書いて、あ、ダメだよね。そうだね。はい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 。ちょ、これむずいのよ。めちゃくちゃむずいの、これ。こう書いて。 めっちゃ恋する、めっちゃ恋するちょちょちょ。めっちゃ恋する、めっちゃ、めっちゃ恋する。うわーいもう、<laughs> めっちゃ恋するって言ったでしょ。一個ミスったら、もうダメだね、これ。よっしゃ戻ってきたよー。書こう。えーっと、ミスるな。これ一回書くじゃん。で、一回やめんだよ。で、場所変えよう。 <laughs> これが一番いい。場所を変えるっていうのが大事。ここがやっぱり一番書きやすいと思うな。一番安心する。えーっと、これちゃんと閉めよ、ちゃんとね。えー、と、よいしょ。はい、きっちりね、きっちり閉めて。で、えーっと、次こうだよね、やっぱり。すっげえ音するわ。 はい、いけそう。よしよしよし,よし行け行き行け行き行け行きききき。よしよしよし。急ごうはい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、さっきのところにいないよね。さっきのところに持っていけばいいんでしょちょ、いないよね。えいないよね。オッケー。じゃあさっきの、なんかあの、ひしじゃないわ。なんか水のとこ行こう。えー、っと、え、出てくんなよ。 え出てくんなよ。やめてよ。持って行ってんだから。えここ静かに行かないとダメだが。えぇ、ー、音するな。音するな。いけるよね。今いけるよね。オッケー。いる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 。ムービーになってる場合じゃない。いそうだね。最初についたね。 よしよしよし。はい。オッケーナイスー。勝ったね。シャギーだよね、これ。あ、シャギーン。いやー、よかった。うん。あれまだなんか変な感じだな。あれまだいんの。まだいるんだね。 また呪われてるもんを見つけなあかんってことねあかなんかくもの巣めっちゃあるんだけどなにこれ三味線聞こえるてて<ん>てててんなにこの変な感じのてててててんなんか変な調子の音だねうわ、くくの巣だらけなんだけどえあっちから聞こえるこっから聞こえるよ<ん>これなに ちょっと、おいらん風な。え関係あるあ、わかった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 。開けないのね。開けないのね。わかったわかったわか,かった。わかった。わか,かったって言ってるやろ。なんやねん。しつこいな。ちょ、ちょ、これもうちょっとちゃんと開けとこうぜ。ここ開いてんのか。え、ここまでしか開かんの。変なドア。え、なんかいる。雲いる、雲。えー、な何ここ。気持ち悪。 あど、どっから聞こえてるこれ。どっか聞こえてんな。あ、どっから聞こえてるこれ。近いような。なんだこれ。え、ちょっと待って。なんだこれ。<laughs> なんだこれ。あ？どれが呪われたのだろう。どれが呪われたええー、こんなんわかるどれか一個だけってことだよねこれ多分。そういうことだよね。 え、何これわかるえ全部一緒なんだけどえ全部一緒だよねちょ回んないでもう回んないでわかんないからえちょちょちょま回んないでって全部一緒えそうだなこれが一番手前だからこれにしようかなにええ、えになにえなに えこれ何間違いってことえ何正解間違いどっち何これ <laughs>。じゃあもう適当に行こう。どれが正解かわからんけど。ちょ、こっちから来るとかあるえ、もう間違ってたのね、これは。ちょ、待って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 。何何何何もう。つついこれ。ちょ、何が正解で何が外れなのか全くわからんねんけど。何なんかヒントあったこれ。なんかヒントあったこんな。 何じゃあもうこれしかないよ。これしかない。はい。何これ全部違うんやけど。全部違うんやけど。え何これなんかヒントあるなんかヒントあるんえー、ここも雲の巣が。えどっかにヒントあんのかなんだん 小玉。自然の神々の呪いは根付いている木を切り倒そうとする軽率な木こりに降りかかります。切り口から一筋の血が流れれば、木に魂が宿っている印です。小玉は木の魂であり、森の守護神です。滅多に目にすることはありませんが、目撃するとその魂はかすかな光の球体で、うーん、なんか雲が歩いてる下を怖い。って全く関係ない妖怪の話だったね、多分ね。えー、これ何が正解で何が外れな。全くわからんねんけど。え ヒントあるヒント。ヒントをちょうだい、ヒント。んこれそういえば洗濯も一個持ってったけど、どっか置いてきちゃったね。えちょっとヒントが何もないんだけど。えー、勝手にしまやめてこいから。ええー、と、ヒント。これ今の横のとこだよね。うん。 全部見ていくか、そういえばこの部屋ちゃんと見ていってねえな、全部な。一回見てみよう。なんだこれ <laughs>。え。今なんか。から。から。からってこれだね。ここ何。こんな部屋あった。あったんだろうね。 知らんかっただけで。なにこの部屋中庭えここ開かないんだ。えなにこの部屋パーク。ここ何あ雲いる。え、雲いる。なにこれ何の部屋え何の部屋これ。あ、これ旗折り機のとこ。えー 何もヒントないんだけど。当てずっぽで行けってことま、あ行くか、じゃあ。しゃあねえな。何が違うんだ順番はね、さっきと一緒だった。この2番目が手前にあって。あ、この順番 ?1、2、3。この左端とこの右から2番目が分かんないな。 順番に言っていいのかなピヨーンってなるでしょあいけたいけたいけたお札ねオッケーなんでいけた今 <laughs> 全然わかんないなんかいけたなん,な,んなんか、なんか、ちょっと閉めとこうね閉めとこうねなんかわかんないけどいけたよなになに今の。今のは何だったの、うん、雲歩いてるもう雲歩いてるとこで書くの嫌だ。またよくわかんねえ字に仕上がってこれうん、これ絶対。本当に もっとインクを探えクククえ、インクなくなったえちょ、ちょ、雲雲雲雲。えインクなくなったえインクなくなったどうしたらいいんだこれ。これ、さっき取れなかったやつ取れないな。なんだインクがなくなった。インクをどうすればいいんだで、こ,こ、こんな相手だっけちゃんと閉めたよね僕ね。誰開けたのやめて。なんかいるお前なんだ お前インク持ってるなんだインク運んでたよねあ、いた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 。おーおい、もう、どこ行ってんだんまだいんのかおい、人形。お前、バカにしやがって。人形。おい。いた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 。なんだなんだこいつら。バカにしてんなあの野郎。あ、いた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 。 おいちょっと楽しくなってきたぞま、まあ、もう、なんであいついっ、えいっ、え、いっぱいいるいっ、いっぱいいる気持ち悪いいっぱいいるはイ、い、インク持ってるこいつありがとうもういいんだよねもういいんだよねもう書いていいんだよねなになにあの音やったんかあの、変な、あの、ロボットっていうか、からくり人形みたいなやつの音かあの、ギーギーガラガラゴロゴロ言ってたやつは、ギーギーガラガラゴロゴロは言ってない。 よし。じゃあ、お札書こう。え、いけなくなってんだけど。わあ、必殺技が使えなくなっちまった。あの場所で書くっていう。ここしかないのか、じゃあ。えーっと、どう続いてやったっけこうか。一回でも見せたらこれダメ,ダメだからね。えー、雲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 。雲、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 めっちゃいてる、雲、めっちゃいてる。オッケー、一発。 ナイスーよし、呪われた楽器ね。オッケー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 ,オッケー。うわ、うっせぇ、なにえー、待まって。さっきこれやったよ。うわびっくりしたー何なにもう、違うかったってことえ、これ、お札を持ってるお札持ってるのね。これ何回もやらな、ぱ杯。しかも1個増えてるやん。なにこれ。 じゃあ、じゃあこれ <laughs>。もう当てずっぽいやからね。で、また、いやーって来るんでしょ外れてたら。いや、もう分かった。もうびっくりしねえわ。雲女なのね。オッケーオッケーオッケー。分かったかった。もうもう、全部行こう全部。はい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 。カズちゃん当たる戦法だね。はい、オッケーオッケーオッケー。分かった分かった分かった。これ、3回死んだらもうあかんとかあるんかな それやったらもう終わってしまうんだけどよしもうこの辺で当たるんじゃないもうね当たらんのかいえもうラスト1個なんだけどいけるよねこれ本当に数じゃ当たる戦法なんだけどこれ毎回変わってるとかないよね毎回ランダムで答え変わるみたいな今思ったけどこれだけ弦がないなよっしゃーちょっとかっこよかったね今のクモ女。 よーし、いやー、まだあるんか、これもしかして。なんかあるな。雲女じゃなかった。まだ誰かかが雲女じゃなかったいや、雲女だったよ。これ何これ。うおー、飛んでった。えー、綺麗。めっちゃ綺麗だね。そっち行けねえんだけど。回ってこいってことか。今の、折り鶴、折り鶴なんちゃら言ってたね。違うかったっけな違うゲームの話かもしれん。<え> <laughs> ちょっと僕はホラーゲームやりすぎてさ他のゲームの話してるかもしれんけど折り鶴がどうのこうのっていうゲームあったなあれ勘違いかなこのゲームで折り鶴なんか言ってなかったっけえーとなんかこっちに飛んでったよねえーと折り鶴折り鶴んないなどっかで光ってんのかなん どこ行った？こっち側飛んでったよね。このこっからね。ひわーってあれ？あそこ開いてる？あ、ここ開いてんじゃん。あ、もう通れるようになったんだ。終わったー。よかったのかどうか知らんけど、<laughs> なんかここ開いてんの安心するわ。なんかあるな。彼は大抵は他の男性とは違っているのだけど、その時は私に手を挙げた。どういうこと？彼にこの絵のことで怒られたんだけど。 その理由も納得できた <laughs>、うん、このシミを見てずっと洗濯してるのに少し薄くなっただけどういうことだ「お」って書いてるのなんだろうなんかこのストーリーに関係してくんのかこれいまだにちょっと僕ストーリーつかめてないんですよねこのゲームどういうことなのかいまだにまだよくわかってません あれ折りがみどこいったつるだったよねつる<ん>あれこんなとこあったっけ初めて入ったあ初めて入ったっぽいえー、こんな部屋あったんだねここがなんかお茶の部屋じゃなかったっけあ違うおこんな部屋あった 高貴な侍殿。彼女をあなたの元に返すことはできません。どんなにお金をもらおうともです。彼女にはその権利があります。えー、ナオコさんには私の力の及ぶ限りここにいてもらいます。もうあなたにご連絡を差し上げることはありません。この手紙を私の最後の返事として受け取ってください。疲れ果てた勘主より。<laughs> うーんーと、ナオコは僕だよね。えーっと、ナオコが、誰かの元に返すことはできません。 どういうことだ疲れ果てた勘主より、あの勘主疲れ果ててたんかごめんな、なんか知らんけど。で、ノズチになったん疲れ果ててしもて。ごめんな、なんか。<laughs> なんかごめん。へえ。ー。どういう意味なんだろうね、さっきの。どういう意味合いがあるんだろう。んー靴あるこれなんだああ、見るだけ。 このゲームいろいろ開けれるんだけどさぁ。開けれるだけなんだよね。なんかあるわ。白さ白さなんだこれ。9つ目、ん ?9 つの目と6つの角を持つ立派な白い牛です。はぁ、あ。このと賢い牛は、は <laughs> 縁起が良いとされており、白あさのモチーフは悪霊悪魔怪物病気に対するお守りになっています。え、持っとこうぜ。あ、持ってるわ。お守りはありがたいね、今はね。これ、なんもねえな。この日記っていうかメモの意味もちょっとよくわかんないし、日記っていうか手紙だな、あれ、今の。うん。あ、綺麗になってる水。 そうなってくると、2階か。あそこ一番関係ありそうだもんね。このストーリーの中でね。か主があの絶対開けないって言ってたと、あれ絶対、え今どっか開いた。今どっか開いたぞ。キーって言ったもん。どっか開いた。これが開いたんじゃないもしかして。この棚には あ、そうなのね。わかった。わかった、わかった、わかった。わかった。わかった、もう。聞いた、さっき。あかんのね。オッケー、オッケー。えあそこに吊いないあれ、ほら。あ、いた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 いいた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 いいたい そこ,こにあの仮面が入ってたよねえなんもねえななんだこれロープいや、なんもねえななんで開いたんだろうこわただのほんまの心霊やんけやめてーえーっとあの川沿いのところに鶴がいた なんか水の音聞こえんな。ほら、いた,いた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 。どうも取らせてくれないな、あの子。綺麗だね。めっちゃ高いとこ行くやん。どこ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 。まあ焼けるぞ。ここね。な、なよ。めちゃめちゃ綺麗だけど。 どこ行くんないや、それにしてもこのゲームのグラフィックマジですごいな。めちゃくちゃ綺麗だな。先回りしてやろう。先回り。んこれなんだろう。これなんだ鶴。折り鶴,鶴。鶴。何ふ <laughs> 何何何何何なにダジャ 私っぽいでしょつって。私こんなに綺麗なのよみたいな。鶴って剥げてからね。なんなんのこれ。これ何の遊びも月綺麗。月めちゃくちゃ綺麗、これ。月がすごく綺麗。それはいいね。月が綺麗なのを見せたかったんだね。わかった、ありがとう。だからもう早く捕まってくれへんかな。 もうすっごいめんどくさになってきたんやけど。えー、お前また向こう行くん。ちょ、もうここ通られへんねんて。もう、<laughs> どうせ捕まるんやろ別にそんなさ、時間かけなくてもよくなくないよくな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 いなにもどこ行くのおつるや。おつるや。よいしょ。 あ捕まった。幸運、長寿。長寿何どういうこと幸運、幸運、長寿。この鶴はもう死んでるって。どういうことまあ、首折れてるけど。やめてこう。ええ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 なんかの音する。片折り機の音する。うぅぅぅぅぅぅぅえぅぅえ、ぅぅぅぅぅぅ えー、なにもう。なにこいつえなにこいつ怖 <laughs> 怖なんか口の中にあるけど。えなんもできねえんだけど。えなにあ、歩けるわ。 え、めっちゃでかいね。じゃあ、これ。え、歩ける歩ける。歩けるんだけど。なにこれちょ、こいつの裏とか行ってみる行けんのかなすっごい歩きづらいけど。全然走れん、あ、走れるわ。走れる走れる。えー、ーすごい。見て、このグラフィック。石かな石でできてるっぽいな。へえ、かっこいいね。これ絶対裏関係ないんだろうな。絶対あの口の中入んないといけないんだろうね。 ほら、もう僕今どこ歩いてるか全然わかんない。すごいね、これ。ここで切れて多分下に映ってるんだと思うんだけど、なんかこういうお口みたいに見えるね。あー。まあ、入ってみまーす。お邪魔しまーす。なんかあるね。畳ん背景大変恐れ入りますが、私の婚約者を神社の務めに留めて、 結婚を取りやめることはできないと思います。彼女はあなたのような優秀正しい男性を騙して、自分の両親を裏切り、両家の取り決めを破ったような女性に過ぎないのです。んどういうことだ？うーんと。これ子に宛てた手紙か？うーん、直子は巫女でいることでより悪い。運命を辿ることになると。 気づかなければなりません。私こそが彼女に最もふさわしい男で、彼女が今それに気づかないならば手遅れになるでしょう。神社の任務から直子を解放してください。直子の家族が約束したように私は彼女と結婚するのです。それが彼女にとって最高の選択。完璧な女性の振る舞いを彼女に教え込みます。もう待つことはできません。もし合意に至らなかったら、神社の財務を担っている漁師とお話しするほかありません。婚約者を取り戻すためなら何でもします。粘り強い侍より。 疲れ果てた、なになになにんなに今なんか歩いてくる音聞こえたけど。なくなったね。行けばいいのかなんだなんだ。まあ、とにかく、ナオコを、と結婚、言い,い名付けっていうのかな 翻訳者さんから手紙が来てて、まあ、それを拒否してるんだよね、管理士さんはね。どういうことなんだろう。なんかいるな。なんだなんだなんだ女性だ。女性かおお、なにびっくりした。なにいきなりゲーム変わったけど。なに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  すっごい綺麗。とか言ってる場合じゃない。でもすっごい綺麗。んなんだなんだ今これが倒れたちゃぶ台返し。ひいひちゃぶ台返しされた今。え星ヒューマンのお父さんいる星一徹いる星一徹ってみんなわかるんかな これあの、ヒューマーがさ、なんかあの、怠けたことを言ってたら、あの、お父さんのいい徹がこのバーンってやって、あの、この辺でお姉ちゃんがこう、ヒューマーって見てるっていう、そういう漫画です。はい。えー、なになになにやめてえ、なんか足跡ついてる。ん足跡見えたな、今。燃えたあ、足跡見える足跡。ほらほらほら、足跡見える。お、お前、ほおそっち行ったか。なに足めんな、お前。 おお、足跡ある。お、お、なんだなんだおな、なんだやんのかお、なんだやんのかおなんだ,なんだ足跡あるから、お前、レースではない。レースではないな。あ、こいつ、靴履いてる。え、この子、裸足なんだけど。お、いた。し、俺も行こう。えええええ,え、怖っ。えあ、ごめん。ついてかんかったよかった。あ、閉まってる。あ、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 あコナンの犯人の人。 コナンの犯人の人がいっぱいいます。こんだけ犯人ばっかりやったら逆に僕が犯人かもしれない。こっちが犯人じゃないのかもしれない。なにこの目、どこ見てんのえええ、これどこ行ったらいい <laughs> ちょっとどこ行ったらいいかわかんないんですけど。なになになにあー、なんか道ある。オッケー。なんだなんかいる大丈夫かえ 大丈夫かんすごい息の荒いおじさんがいますね。ここは通れない。はあ、はあはあ、通れないね。これはまたなんかやらなあかんやつかちょっと待って。なんだどういうことだなーん、これパズルっぽいな。えーっと、これは書くだけでいいのかな あ聞かないあごめんごめんはいわかりましたえー、っとこうこうああああ,あだよねだよねだよねもう回そう思ってた <laughs> むずいのよこれねえみんな習字とか習ってた習字とかねこの字がきれいになるやつは習ってもうめんどくせえ 何あ立ってるあれこれ神主さんじゃないもしかして大丈夫すっごい体大丈夫なあもう大丈夫やったいいけどじゃあ続きやるわえー、っと これさあ、めっちゃむずいのよ、縦線が。マウスの縦線めっちゃむずい。ちょっと待って。えっ、ー、と、これぐらいゆとり持って。あああ、ダメだよね。もう一回そうなんだよね。いけそう。どういうことえ、ちょっと待って。めっちゃ音するんだけど。あこっちに来たえ そっからここ歩いてきたらもう疲れちゃったんほんま大丈夫足も腐ってきてんだよ、自分。だよかまあ、別にどうでもいいけど。えー、っと、全体像を見ろ。これじゃないってことだよね。うーん、じゃあ一回破棄しようか。どういうことだうーん、なんか迷路っぽいよね。繋げていったらね。あ、これこっちに行って。はい、えーっと、 先に謝っておきます。えー、Google 先生で教えていただきました。すいません。あの、先に言っておきます。ちょっと、あの、どうやるか見せていただきました。えっ、ー、と、実は、15分ぐらい悩んだんですが、全く分かりませんでした。で、えー、その先生が言うには、こうして、すっごい声する。え あれなんかね、これらしいんだよ。ちょっと待ってね。今めっちゃ耳元で声してた。うお撃ったここまで来てた元気になってきた元気になってきたそっかそっか。ちょっと待ってな。もうちょっとで終わるから。ちょっとだけ待ってな。多分これで合ってると思うんだ。これで合ってるって先生が言ってた。えっと、これでもなんで僕これなんのかわかんねえんだよ。これ、これ、これ。なんでこれが答えなんかがわからんの ちょっとみんなあのもし分かってたらコメントで教えてくれませんかこれなんでこれが答えなの全然分かんないんだ僕どういうことなんかね色々やってみたのえっとここ1個空いてたじゃんだからこれ1個ずつずらしてさこう迷路のスタートからゴールまで行けるようにするのかなと思ってでそのうちの1枚がここの1枚になると思ったのねとか色々やってみたんだけど分かんなくてこのさ重なってるやつあるじゃん。 もうこんなんなってきたもうわけわからんくてで調べたらなんかこのこれでしたあれ押さえなくなったあれあいつ急にいなくなりやがるなええ何びっくりしたワープしましたんまたなんか変なとこ来たね よし。じゃあこの続きはまた次回やっていこうかな。うん。もう多分ちょっと終盤な気がしてきますね。うん。わかんないけどね。まあ、とりあえずこの辺で一旦今日は終わりにしたいと思います。ちょっと悩み疲れてしまった。すいません。あの、また次回の動画でお会いしましょう。あ、僕でした。じゃあまたお会いしましょう。なんか言うね。じゃあね。バイバーイ。